ジュエリーです。あの、その、えっ、ー、と、頑張りますので、見捨てないでくれると、その、嬉しいです。こ、怖いです。あ、おはようございます。あの、あ、なんでもないです。いい天気。 お散歩したいなぁ。プロデューサー、あの、見捨てないでくださいね。私、プロデューサーで、本当に良かったです。頑張り、ます。あ、はい、お仕事ですね。私、できるかな。プロデューサー、い、いなくならないでくださいね。 はい、プロデューサー、やってみます。プロデューサー、私、頑張れました。あ、あの、プロデューサー、その、これ、四つ葉のクローバーを閉じ込んだしおりです。どうぞ。いつも、ありがとう。私、 本当にアイドルになれちゃいました。嬉しい。あ、あの、これからも、できれば、その、よかったら、ずっと、私のこと、見守ってください。ね。ま、負けたくないです。いい。 ロデューサーさん、あの、こんにちは。私、頑張ろう。うん。ラーラー。あ、プロデューサーさん、いつからそこに頑張ります。あ、はい。お仕事ですね。お、お任せてください。うまく、 できたかなあ、プロデューサーさん。どうでしたプロデューサーさんが見ててくれる。うん。頑張ろう。プロデューサーさんがそばにいてくれるから、私。この前、二つ並んだ四つ葉のクローバーを見つけたんです。私がプロデューサーさんと出会えて。 幸せなのと、似てたのあ。あの、お、お仕事、お疲れ様でした。その、こんな時間にすみません。でも、表示に渡さないと、ダメなんです。だから、あ、あの、これ、プロデューサーさんに、渡したくて。 心を、ごめました。一緒だから、寒くないです。あの、初めてだったから、上手にできたか、ドキドキします。ハート、大切な気持ちだから。あの、あ恥ずかしいです。プロデューサーさん、あの、す、す、 ストロベリーは、お好きですかあの、かわいいですか私、幸せになったかも。えへへ、この後で。プロデューサーさん、私、恥ずかしくて、溶けちゃいそうです。プロデューサーさんは、特別な人だから 特別なんです。あ、あの、ちょ、ちょっぷです。えい。嘘です。ちょこです。<laughs> 朝から渡したくて、渡せなくって。でも、勇気を出さなきゃって思って。プロデューサーさんへの大切な思いを込めたから。大きなハートを、まるで、 プロデューサーさんの心みたい。とっても暖かくて、ふわふわしていて、大きな優しさで包んでくれるみたいな。ぎゅって抱きしめちゃいます。<laughs> 私のハート、届いて。ハートは私の思いです。あの、 あ、恥ずかしいです。四つ葉のクローバーとハート、幸せいっぱいです。<laughs> ハート、大切な気持ちだから、プロデューサーさんのことを思うと、心が温かくなります。幸せの四つ葉のクローバーです。この幸せな気持ちを、 ファンのみんなにもあげたいな。私、幸せになったかも。あの、かわいい、ですかプロデューサーさん、一緒にいたいです。これからも、ずっと、いつかプロデューサーさんにも、ぎゅって。あ、いえ、何も。 アイドルになれて、プロデューサーさんと出会えて、本当に良かったです。これからもずっと、私のプロデューサーで、いてください。ああ、空にいっぱいお花が咲いたみたいです。ほら、こんなに近くで見られるなんて、すごい。浴衣で花火を見るの、 初めてなんです。プロデューサーさんと見られて、嬉しいな。た、たまやーえ <laughs> プロデューサーさん、暑いですか仰いであげますね。パタ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 。手で持つ花火も好きですよ。浴衣、似合ってるかな小さな幸せ。 見つけたみたい。私、プロデューサーさんとお出かけできて、嬉しいです。イエーイです。<laughs> あ、えっと、帯が緩んで、お仕事終わったら、また、花火に、プロデューサーさんとだったら、浴衣のお仕事も。 ーさん、ゆっくり歩きませんかせ、せっかくなので。ほら、見てください。今の花火、あ、ハートの形、みたいな。花火って、とても素敵ですね。夜空に、パーって輝いて。でも、私は、 プロデューサーさんと、ずっと一緒に、輝いていたいな。わ、私が、お祭りの主役なんて。うん。せっかくいただいた役目なので、頑張ります。み、皆さーんお祭り、一緒に、盛り上がってくださーいえっと、その、 ですうう小さな幸せ、見つけたみたい。プロデューサーさん、お祭りって気分がウキウキしますね。浴衣、似合ってるかなあ、あの、スースーします。あ、あの、この浴衣、 見にすぎませんかき、気のせいかなあ、えっ、ー、と、帯が、らんで。やっぱり、ライブのお仕事は、撮影とかよりも、緊張しますね。はい、あ、イェイです。え <laughs> お祭りも、一緒に行きたいな。精一杯頑張るから。 見守っててください。プロデューサーさん。プロデューサーさんもご一緒に。イエーイあ、恥ずかしい。お祭りって、日頃の気分と違って、開放的になれますね。だから、急。プロデューサーさんの手、握っちゃいました。 <laughs> あ、お疲れ様です、プロデューサーさん。最近は日差しが強くって、日焼け止めを塗らないとお肌が真っ赤です。もう夏本番も近いですね。あ、そういえば私、今年は浴衣を着ようと思って買ってみたんです。えへえあ、 もちろん、プライベートというか、事務所のみんなで、花火とかお祭りとか行くために必要かなって思って。え、見たいですか私の浴衣姿を。そ、それはその、ちょっと、あの、恥ずかしい、かも、です。た、確かに京都で和服のお仕事したりも、 けど、それはお仕事だから、あの、本当に着るんですかうん、うん。え、お祭りのお仕事も入ったんですかじゃ、じゃあ、お仕事でも着るんですね。じゃあ、着替えていきます。 あの、着るの難しいので、ちょっと時間かかるかもしれないけど、待っててくれますかあの、お待たせしちゃって、えっと、ごめんなさい。頑張って着てきました。なんだかスースーしますね。あの、な、何か、 感想とか、その、いただけると、嬉しいなって思うんですけど、ど、どうでしょうか。えへへ、か、かわいいですかあの、とても、嬉しいです。あ、あ です。じゃあ、行きましょうか。はあ、着きましたね。<laughs> なんだか変な感じですね。プロデューサーさん、スーツじゃなくて浴衣だったら涼しいのに。あ、でもその、スーツ姿もその素敵だと思うので、そのままでもいいです。 あ、変なこと言ってすみません。ほ、ほら、始まりますよ。プロデューサーさんと、こうして花火を見に来られて、私、今幸せかもです。<laughs> 今度は、浴衣姿のプロデューサーさんと、見に来たいな。花火。また。 一緒に。